はいさーい、HY でーす。はい、ということで今回ですね、はい、NHK の連続テレビ小説純と愛の主題歌、うん、はい、歌わせていただきます。ありがとうございます。秀幸さん、タイトルを、曲のタイトルをどうぞ。タイトルはですね、一番近くに、うん、でございます。はい、もうね、僕たちはたくさん聴いてるんですけども、はい、これから聴く、届く、そうですね、んですけども、どういう曲ですか？これですね、信じる思いをですね、はい、テーマに作っていきました。こう夢を信じていれば、そしてこう自分を信じることによって前に歩く力が生まれていくんですよね、うん、なのでこの一番近くにという曲を聴いてもらったら、こう信じてみようかな、夢を信じてみようかな、また自分、弱い自分だけど強くなりたい、なんかこう前に進む勇気を、この歌はきっと背中を押してくれると思いますので、こう夢に向かう一歩につながればいいかなと思っています。うん、でね、今回撮影の場所がですね、宮古と大阪、すごいですね、うん、この砂浜ですよ。はい、眩しかったですね。僕たちは宮古島の方にも撮影現場をこう見させてね、うん、もらったんですけど、どうでしたかね、泉さん。いや、やっぱり本島もすごいいいんですけど、うん、宮古島にしかない良さがすごいあって、街並みもすごく良かったですし、海もかなり綺麗なので、本島に行ったことがあるよっていう方も宮古島にもぜひ行ってほしいなと思うぐらいの綺麗さなので、行ってください。はい、はい、本当に思ったよりも日差しも強いのですので、日焼け止めとかあとタコライスも美味しいし、そばも美味しいし、もうご飯とあともう人情ですか、うん、まあ、もう離島に行けば行くほどすごいこう人と人とのつながりとか、そういうおじおばあであったり、やっぱ本当に地元を愛している、島を愛している人が多いので、そういうこう人と人に触れ合いとかもね、すごい素敵な場所だと思いますので、ぜひ皆さんドラマを見て、そして沖縄にも遊びに来てください。あと HY 年内にもですね、皆さんに新しいアルバムが届けられると思いますので、これからも HY よろしくお願いします。お願いします。以上 HY でした。バイバイ。バイバイ。